ノートンライフロックはアメリカ合衆国アリゾナ州に本社を置きサイバーセキュリティに関するソフトウェアの開発、販売を行う多国籍企業。1982年設立。日本法人は1994年設立の株式会社ノートンライフロックである。1982年人工知能や自然言語の研究家であるゲイリー・ヘンドリックスが自身の研究のために シマンテックを設立し、当初は人工知能やそれに関連するデータベースソフトウェアの研究に注力した。1984年に C&E ソフトウェアと合併したことから本格的にコンピュータソフトウェアの事業に乗り出し、翌1985年には最初の製品としてデータベースソフトウェアにワープロソフトを兼ね備えたソフトウェア Q&A を発売した。 1990年にピーター・ノートンが設立したピーター・ノートン・コンピューティング社を買収し、コンピュータメンテナンス、セキュリティソフトのノートンシリーズの開発販売を引き継いでいる。またコンピュータウイルスをはじめとするコンピュータセキュリティの対策やマネージメントを行っている。2000年代から2010年代前半までは企業買収を繰り返し拡大の一途をたどった。2003年に パワークエストを買収、2004年にベリタスソフトウェアと合併を発表し、2005年に合併を完了した。また、2007年にアルティリスを、翌2008年にはバントを買収した。2010年、認証局サービス世界最大手のベリサインの証明書、セキュリティ事業部門を取得した。2016年にはパスワード保護システムを構築する。 ライフロークを買収した。一方では、2012年以降業績の悪化が続き、短期間での CEO の交代を繰り返すようになった。また2015年には Google.com などの複数のドメインのテスト証明書を所有者の知らないうちに発行していたことが発覚し、その2年後の2017年には業界標準の監査を行わずに SSL、 TLS 証明書を発行するなど様々な問題が発生していたことが明らかとなり、ついに同年9月に、ジョトラスト、ベリサイン、ラピザルなどのブランドで提供していた、ルート証明書を Google Chrome に信頼されなくなるという事態に陥った。後に、モジラ、Firefox、Apple、Microsoft など主要な Web ブ,ブラウザとオペレーティングシステムも同様の処置を行うこととなった。 シマンテックはこの問題から逃げるように同年8月に証明書発行などのウェブサイトセキュリティ事業をデジサートに売却していた。2019年ブロードコムがシマンテックの買収に乗り出す。当初は会社全体の買収を試みたものの結局同年11月に法人向けセキュリティ事業とシマンテックブランドを買収し残りの事業を営む企業は ノートンライフロックに社名を変更した。2月なお、ブロードコムが買収した法人向け事業の内サイバーセキュリティサービス事業は、2020年1月にアクセンチュアへ売却された。2021年8月、同業のイバストを買収し、吸収合併することを発表した。ありがとうございます。